こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、バンライフの準備です。という話です。これからね、またちょっとどこか行こうと予定をしていますので、ちょっとね、今のね、車の方、いろいろ整備をしていこうという、今日はそんな内容でお伝えしたいと思います。まず最初にね、向かったのがこのオートゾーンという、これカー用品 のお店なんですけれどね、こちらでね、まずはオンラインでオーダーをしてお店でね、受け取るということにやってみました。で、買いたかったものはですね、ウィンダウ支社駅ですよね。これ結構ね、田舎の方を走ると虫がね、フロントガラスにボンボンぶつかって、やっぱり虫をうまく取れるね、そういう、ご支社駅だとありがたいなということで、今回初めてね、こっちをね、買ってみました。これだとね、前回ね、星を取ろうと思った時にね、フロントグラスがね、虫のべったりしたもので、台無しになってしまいましたのでね、ちょっと今回はね、この虫もうまく取れるというのをね、ちょっと挑戦してみます。取れるのかどうかではちょっと分かりませんね。それからね、もう一つね、オンラインでお願いしたのは、これはね、ウォッシャー液で、洗剤ですね。車をね、洗浄するのに、洗剤プラス、ワックスといった、そういったね、便利なものがあるので、こちらをね、買いました。これでね、高圧洗浄機持ってますので、これにね、高圧洗浄機から、少しずつノズルの方にですね、この石鹸というか、ワックスリキッド、これをね、流し込んで、そして、ね、うまく洗っていくということで、これは結構ね、取れるんですね。私もこの K2 という、この会社からですね、ずいぶん前に購入してますのでね、これでね、洗車をしています。残念ながらね、我が家の国もオーバーサイズなんで、洗車機が入れないんですよね。何でも自分でやるしかないと。そんなわけでね、とりあえず2つオーダーをしまして、でオーダーがね、アクセプトされましたよという、メールが来たので、じゃ あ取りに行こうということで、今車をね走らせております。いつもはね、この会社からあんまり買わないんですけれども、実はね、いつも買っているペップボーイっていう別の、カー用品店があるんですよね。いつも行ってるお店がね、どうもクローズしちゃったんですよ。仕方がないというかね、このねオートゾーンの方にちょっと今回変えたという、そんな経緯があります。そしてね、こちらに着きました。でね、あんまりね、隣町で、あんまりいい場所じゃないもんですから、さっと買ってね、さっと帰るってことをしたいんで、そんな意味でね、オンラインをお願いしたっていうのもあるんですよ。行って、携帯でバーコードを見せるだけですぐ買えますんでね、店にいた時間はね、わずか数分という、そんなことでね、今回こちらの方から、購入しました。さてさてね、外側とかそういったものについてはこれで補充するということで、買ったんですが、その次はね、ちょっと内装で、バッテリー、これはソーラーで充電するバッテリーを我が家の車積んでるんですけれども、こちらがね、ちょっと問題が起きているということで、どうしようかといっていろいろ考えてたところですね、ひょっとすると、マイクロウェーブ、電子レンジですね。今、1500ワットっていうのを使ってまして、で、インバータは1100ワットを使っているので、一瞬、1500ワット出るとですね、このインバータのね、エラーで止まってしまうっていう、そういう、不具合がありましたもんですからね。インバータの、容量を上げるのがいいのか、古い、
あの電子レンジをですね、もっとパワーの食わない、まあ、電子レンジに変えた方がいいのかということでね、少し考えてました。でまあね、ほとんどあの用途としてはそこでね、大層な料理を電子レンジで作ることは車の中ではあまりないので、ほとんど冷えたものを温めるだけっていうのがほとんど役目なんですね。でそう考えるとね、別に、1500ワットなくてもいいんじゃないのってことで、700ワットだったら今持ってるシステム問題なく使えるんじゃないかと。でもし使えないとすると、このですねインバーターが壊れているということで、まだ買ってから3年経ってないんで、まだワランティーですよね、保証期間中なんでね、まあ、ちょっと調べてみたいなというのがありました。そんなんでね、少しねいろいろどういうふうにした方がいいのか、まあね、新しいインバーター買うっていうのも一つの手なんですけれども、今ねインバーターより電子レンジの方が全然安いんですよね。そんなんでね、まあ、ちょっと、まあ、このね今持ってる1100ワットのインバーターを例えば200ワットに上げるっていうのは、まあ、ちょっとやめてですね、700ワットの電子レンジがいいんじゃないかというふうに思いましたね。でそこでね、まあ、今ご覧になっているというものは、これは、バッテリーです。バッテリーはね、リチウムではないんですけれどもね、エージェンバッテリー、これねホイールチェア用のバッテリーで、1個はね35アンペアアワーですか。で全部合わせるとね、まあ1400に4個ついてますんで1400ワットということでね、まあとりあえずはこれで、まあ、車の中で電気を使うことはほとんど問題がないので、まあ、ここでね IH を使うとかなんとかっていうと、まあいろいろ必要になるんですが、まだそこまでいってないので、やはりね700ワットぐらいの電子レンジを買うということでね、これもねインターネットでどこがいいかなというふうに調べてみました。まあ、当然ね Amazon が最初に出てくるわけですけれども、 Amazon で700でねちょっと何か素敵なのがあるかなということで見ていたんですが、もうちょっとねちゃんと調べてみますとね、 Amazon で売ってるもん必ずしも安いってことはなくて、で今回はねウォルマートというね、まあ、全米でチェーン店ですね、こちらの方がね4ドルぐらい安いってことが分かりました。なので、まあ、いつも Amazon で買っているんですが、今回はね、電子レンジね、ウォルマートの通販で買おうということにしました。ここね、わずか4、5日で、FedEx 送られてきましたね。まあ、ちょっとね、レトロ調のやつで、もうね、一切余計な機能がない方がいい。もうとにかく温めることしか考えてないので、そういうね、小さいのにね、もう操作も簡単というものをね、まあ、ちょっと選んで、これをね、つなげてみました。そうしましたらね、見事成功ですね。ということは、インバーターに何か問題があったわけじゃなくて、今まで使っていた古い、まあ、電子レンジがですね、一瞬だけでもなんか、過放電があったのかなということで、まあ、それならそれでね、新しく取り替えた、まあ、意味があったかなということで、まあ、良かったということで、これからですね、何かちょっと温めるにはこれを使っていこうと思います。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。